佐々木純一郎は、宮城県出身の高校野球指導者及び、社会科教員。仙台育英学園高校公式野球部部長、監督を経て、現在は、学校法人石川高校公式野球部監督。東北高等学校では、甲子園にエースとして2回出場。2年生時の1976年夏の、選手権では準々決勝に進むが、 海聖校の坂井慶一に抑えられ敗退。翌1977年春の選抜は2回戦で、丸亀賞に敗れる。同年夏の県予選でも決勝に進むが、肩を痛めており、一年下の薄木和也にマウンドを譲り一塁手に回る。しかし、仙台育英の奥保道夫に、延長12回の接戦の末礼から一で完封を、喫し、甲子園出場を逃す。 高校同期に外野手の大井川みきおがいた。早稲田大学に進学。卒業後は、電電東北を経て1993年に、仙台育英学園高等学校の公式野球部部長に就任。1995年8月2日に、武田敏明監督が、夏の甲子園を最後に優退することと自身が、監督に就任することが発表された。救命は、 佐々木敦氏、2001年の第73回選抜高等学校野球大会では、東北勢初の決勝進出を果たした。同年夏の第83回全国高等学校野球選手権大会にも出場したが、7月に起こった不祥事を報告しないまま出場したために、9月1日から6ヶ月の禁慎処分を受け9月に辞任。 2003年春に監督へ復帰した。2015年の第97回全国高等学校野球選手権大会に出場し、佐藤瀬名を要して決勝まで進出したが、東海大相模高校との決勝では、小笠原慎之介と投げ合いながら139球で、完投したものの、6から10で惜しくも敗れ東北の悲願全国制覇を逃した。 春の甲子園に6回、夏の甲子園には13回出場。主な戦績は、春準優勝1回、夏準優勝1回、国体優勝1回、明治神宮野球大会優勝2回。2017年12月6日、同校野球部員が飲酒並びに喫煙をしていたことが分かり、12月10日に不祥事の責任を取る形で、 同校野球部監督を辞任し、翌年3月31日付で退職した。2018年9月25日に、学法石川の監督に就任することが発表された。同年11月9日から、同校の指揮を取る。モットーは、本気になれば世界が変わるで、夏の甲子園に、仙台育英が出場する年の、週刊朝日の甲子園増刊号に掲載される。 監督紹介では過去に何度もこの言葉が紹介された。自身は選手の勧誘は一切行っておらず、有望中学生であってもプレーを見ない。また野球留学についても否定的である。ありがとうございます。